ありがとうございます。ルイヤーです。俺たち、ミッドナイトウォーズです。今回は、歌詞から、ハヤテクイズさあ、原点回帰でございます。原点回帰です。だいぶ序盤で人気だった企画を最後にやって終わろうということです。はい。ラーメンさんが今から、ある曲の歌詞の一部をポンっていきます。はい。分かった段階で書いて、見ててください。早抜けの二人が勝ちです。なるほど。というゲームですね。ギミナリーズンとかね。そう、ギミナリーズンって言った時に、あ、あれだ！ギブミーだけじゃまだ分かんないけどね。確かに。ラブの頃そう。ラブ。確かに。いろいろあるからな。っていうね、クイズですね。クイズで、視聴者の皆さんも一緒にね、やっていけるクイズとなっております。はい、楽しんでいきましょう。それでは、It's Tasting Time! 一問目。よし！めちゃくちゃ不安。めちゃくちゃ不安。まあ、わかんないですね。まあ、まだわかんないか。めちゃくちゃ。書いとこう。めちゃくちゃ不安。おい、やめろ。変なリズムやめろ。その曲になっちゃうじゃん。めちゃくちゃ不安。あれこれしちゃうのめちゃくちゃ不安。あ、うんがサビが来られたな。それだとしたら、タイトルもめちゃくちゃ不安になる。そうだよ。ヒント2個目お願いします。光のかけら。光のかけら？光のかけらはいけそうだなぁ。これめちゃくちゃ不安の方がいけそう、光のかけら、ね。めちゃくちゃ不安ってなんかあれそうだよな。だって俺光のかけらのかけらがカタカナで書いたのに。いった、俺も。でしょ？かけら絶対カタカナだよなと。そう、なんか。まあ別にかけらが漢字でちょっとピンと出てこないっていうのがあるけど。いや、これがさ、かけらが本当に歌詞がさ、カタカナだった場合さ、潜在的にはなんか分かってんだろうな、そう。そうだよな。そう。いや、でも分かんないです。3つ目お願いします。注目されたい。あれ？これなんか。あるかも。なんかありそうだね。うわ！やめろ、お前今ちょっと出そうだったのに。ちょっと出そうだったのに。うわ、めっちゃ聞いたことあるな。無理。四つ目。むずいね、まあ、当てよう、次当てよう。誰か見抜いて。あ、わかったわかったわかった。はい。正解。しゃーしゃー見抜いて。しゃあ、出そう。これ、ちょっと嬉しいかも。俺、このクイズめっちゃ苦手なのに。合ってるかな、なんか。でも、光のかけらはどこで出てくるのかわかんない。そう、そうそうそう。行きなよ。一回お手つきになるかもしんないけど。あ、間違えた。こっちだ。あぶねえ。これではないですか？違う。負けた。これ正解。おっしゃー、何？正解は、ミラーミラー。誰か見抜いて、誰か見抜いて、評価取った。さすが4まであるだろ。いや、そうなんだ。そうだよな。めちゃくちゃ不安。あったね。注目された、光のかけら。あ、違うか。だった？それからどんなとこだ？光のかけら。よし、じゃあ今、アッキー2ポイントね。でかっ。1抜け2ポイント、2抜け1ポイントでしょ。なるほど。2問目いきましょう。それが知りたい。あ、なんか。それが知りたい。出そうな時にそれやるのマジで腹立つな。きついね。あー、なんかあったら。うわ、これありそう。うわ、すっげえハロプロに出てきそうな歌詞だな。それが知りたいってことじゃない。それが知りたい？めずい名前。りたいがまずめずいわ。それが知りたいじゃない。それが知りたいじゃない。次のヒントお願いします。素直になれない。え、それが知りたいで出そうなんだよな。ね、それが知りたい、すごいわかりやすい。わかるわ。これいけるな。パーイー系だと思うんだよね。そう、パーイー系だと思うんだよね。なんかないから、そういう系。それが知りたいは結構叫ぶ系だと思うんだよな。そうそう、ちょっと一回だけ出すわ。これだってあれだもんね、一回折ったよね、確か。え、そうだよね。え、いいよ、何回でもいいよ。はい、違います。出そう？消してってね、一個ずつね。出そう？すな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 おう、すなおうに、すな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 おう、すなおうに、それが知りたい。次お願いします。よろしくお願いします。この病はきっと。分かった、はいはい。マジ？こんな難かった？このゲーム。このヤバイはきっと、はい、正解。うわー、すごい、すごーい。俺一番苦手だったのに、このゲーム。
そういうことこれ、俺の成長ゲームってこと、こいつ多分、こいつあの歌詞が全く頭に入ってない人間だったわ、そういえば。でも、歌詞頭に入りまくってんじゃん。めっちゃお前成長してるやん。タイだって、タイ曲です、これ。と。タイ違う、タイじゃない。タイーっつってんじゃん。無理だ、次お願いします。君の本心。あ、待って。これパッと出ないのが悲しいわ。絶対わかんのに、君の本心なんて。こう、こうでしょ、だって。君の本心、それが知りたいじゃない、絶対。なんでわかんねえんだ、俺。結構三つ目じゃね？この病はきっと？あ、出そう出そうこの病はきっと？マジ？はい。来たー言っていいよ。言っていい？禁断症じゃない？正解。来たー汗が止められない。それが知りたい。体型。ああ病気かなと思って。この病ああみたいな。うわぁ、くそ素直になれない。うわぁ、いけたな禁断少女いいな。きっと、治せないのんよ。禁断少女か。気持ちいい気持ちいいうわぁ !1 点もらいまーす。すごい俺、1点もらいまーす。3問目いこう、3問目むずぅ。3問目。君だけの世界。うん、わかんないわ、絶対わかんない。君だけの世界ってあんまっぽくないな。ぽくないぽくない、あんまっぽくなくない、ぽくない、誰だろうっていうね、うん、君だけの世界はあんまっぽくない。君ってあんま、なんだよ、チュンク、それチュンク、恋してるやん、チュンク。次お願いします。夢が踊る。あれ、これ踊るポンポコリンだ。俺も今思った。BB クイーンズってこと。タタラリア、君たちの世界がある。夢が踊るよーみたいななかった。お腹がチラリーじゃん。それおへそ。おへそだろ。あ、おへそか。何全部めっちゃ出てるわ。めっちゃ出てたわ、お腹。夢が踊るめっちゃわかる。むずいこれ。お願いしまーす。うわー、いけそうなのに夢が踊るいけそうだったけど。愛が騒ぐ。うわ。うわ。夢が踊って愛が騒いでんのか。聞いたことある。心配ない。マジ変な歌、マジで歌うなよ。飛ぶわ。愛が騒ぐか。これだけじゃ無理だわ。まあ、愛が騒ぐと夢が踊るな。いや、マジで聞いたことある。いつもこんな悩んでるっけ。これ、引っかかるなんか。え、俺、愛が騒ぐ、めちゃくちゃ聞き覚えるわ。俺ないわ、あんまり。愛が騒ぐと夢が踊るわ、めちゃめちゃある。うわ、出ない。もう脳みそが終わってる。脳みそ終わってるわ、マジで。脳みそ終わってるわ。置いた、もしかして。置いた可能性はある。置いた置いたん一人称かわいい。置いたん置いたん置いたんねえ。次お願いします。弾ける第六感で。絶対わかるやん、こんなん。弾ける第六感で、ね、全く引っかからない、何にも。こんなん絶対わかってほしいわ、弾ける第六感でとか。よかったー。はい、どうぞ。正解。いや、ガチ？よかった、気持ちいい、2点ゲッツ。もうやばいって。あ、君だけの世界はそこか。なるほどね。夢が踊ると愛が騒ぐは同じ音程というか同じところですね。絶対そうだろう。マジでわかんないよ。次チャンスだから。グループ名聞いたらどうかな。あ、お願いします。それはグループ名を言ってほしい。カントリーガールズ。カントリーガールズの弾ける第六感で、リズム、言う？いや、リズム？あ、音程？リズムじゃないでしょ。リズム言うって言って俺が。勝手に自分で惑わされる。頼むわ。夢が踊る。てててててて。これですね。合ってますよね。だめだめ。ラーメンとこれ合ってますよね。これ合ってますよね。全然。何それ。合ってんだ。だって曲。今夜はゲット。正解。よー。今夜はゲット。ティ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 なるほど、弾ける第六感で、めちゃくちゃ。なるほどね。
4問目お願いします。1つ目、はい、思わぬ幸運が、思わぬ幸運がシュッティッティッティで、そんな曲はないダウト思わぬ幸運が4問中で今一番いけそうな1個目だな、うん、ありそうだった、うん、いやでもわからん。次お願いします。全部ダメになったわけじゃない、やりそう。いや長い、そんでしかも、いや思わぬ幸運がが今1位です、うん、あっでもあったかな、これなの、まずピンとこないわ。これ違う。あーふぅ、怖えー、なんかそこら辺な気がするんだけど、ね、回答待ちの時間怖っ。次行こうか。次、実現は困難だ。うわ、いけるそう。今一番いけそうだわ、4曲中マジで。はい。違う。あ、違うんかい。あ、ここら辺の気をし、あれ違うか。あ、もう全、あ、あ、どこでー、出た。え、急げ、急げ。はい。あー、正解。あー。え、これじゃない、正解。おっしゃー、うわー、悔しい。押し負けたわけだ。惜しい。危ねえ。どすこい、謙虚に大胆ですね。ですね、あるなー、確かに。実現は困難だ、確かに。あるなー。おー、ここ一緒だよね、だからね。そうね。いや、めちゃめちゃ拳だと思ったんだな、最初から。そう、そう、メッセージ性がね。で僕、シャララ書いて、年には年書いてこれに書く。なるほど。俺はもう、分けちゃないで悔しいよ、流れちゃってさ。もうやられちゃったんだよね。じゃあ、行こうか。次。結局じゃあ今、5点 ?3 点 ?2 点 ?4 点。4点。4点もあれ、じゃあ次5問目。ラストラスト、ラスト。俺ビリやん。ラスト行こう。え、まだ可能性あるか。555になる可能性ある。確かに。ほほ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 ほ、そんな日本語むずすぎる。いや、次だな。次が勝負か。出ないでしょ、出てないでしょ、出てない。勝負。次お願いします。簡単じゃないの。簡単じゃないの。簡単じゃないの。マジで。ありそう、簡単じゃないの。マジで取りたいな、これ。出ない。ですね。はい。はい、君の愛に触れたい。あ、うわえぐい、ありそう、ありそう。これ、たーいーなの、それとも。だからさ、はい。やば、ロボットやばってきたよ。はい。いやーこれいけそう、マジでいけそう。君の愛に触れたい。うわー、聞いたことある。これめっちゃいけそうだわ。まだかすってないよー。俺は早く次行ってほしい。まだかすってないから。じゃあ行こうか、次行こう。次。何かが始まる予感。まあ、聞いたことあるかも。あんまかすってねー。はい。もう負けなしだ俺。負けなし。でねん。正解。よっしゃー。ウィーン。あ、泣いちゃった。泣いちゃった。あ、やったー。やっぱ君の愛に触れたいでしたね。だよな。そう思います。うん、いやー、俺も答えにもう触れたいね。そんなうまいこと言ってないっすね。この答えに触れたい。もう一個あるんですか？こんな気持ち初めて。初恋サンライズか。いやーそうだよ。あ、恋盛りもね、だからね。てか俺は椿かなと思ってたの、この時点で。2個目で椿絞ったんですよ。椿かあるよな、ここ。そう、2個目で椿絞ったんだよ、僕は。恋盛り。ありましたね。えぐい。えぐー、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。全然1位じゃなかったけど、気持ちいい、いい試合でした。さあ、ということで今回、はい。あー、限定回帰。いやー、これは難しいねー。なんか、もっと遅くなってた気がする。遅くなってた、めちゃくちゃ。はい、俺の予想は、俺らの曲ストックが増えすぎて、うん、そうね。検索に時間がかかるようになったっていう。完全ある。知ってる曲が増えすぎたから。そう。っていう可能性もまあなくはない。いろんな、だってパターンがあったもんな。そう。これはもしかしたら。いや、でも結構、だからそのさ、拳の時もそうだったけど、うん、これ、何々っぽいのみたいな。拳しか、だって恋盛り簡単じゃないのに椿カードとか。もう恋盛りっていうので、
俺ベリーズ効果が椿だと思った。俺もどこかでな、そういうのもちょっと分からなくなってきたかもしれない。グループっぽいなっていうのが歌詞の一部で分かるんだな。すごいな。じゃあ皆さんはどの段階で答えられたでしょうかね。いや本当にそうですね、恋盛り一発でいけたら気持ち、いや超椿太気持ちいいってなるかな。本当に頂点だろうな。気持ちいいってなる多分。簡単にできる遊びなのでぜひね、グッズ列の待ち時間とかね、いい遊びですねこれは。コンサートの待ち時間とかで皆さんぜひやってみていかがでしょうかという今回があります。それではバイチュン。